はい、どうもこんにちは。本日は別府市の山田旅館さんに来てます。なんとこの旅館10年前に廃業して、今誰も住んでないんですけど、なんと売りに出てるらしくて、それをめちゃくちゃ安いのか高いのか分かんないですけど、とりあえず中を見ていきたいと思います。廃墟潜入、完全人住んでるんですよ、そのままっす。次は食事、旅館っすね。そのままっすよ、そのまま出てってる感じっす。また部屋あんのかな、こっちの部屋って。これが階段で登って、何畳、1、2、3、4、5、6畳、広っ。もう一個感じなんですね。こっちなんかあるんですか？昔の、あ、でこれ下にもあそこ行けない。昔繋がってる。もう一棟こっちにあったんですよ。へえ。詳しい。そうなんです。住んでない。めっちゃ。すごい、これすごいな。これで食堂に着くと、で、この温泉、無駄に広いし、無駄に広い、これ。いや、これ完全硫黄泉っすね。きれいにしたら全然ええやん。4番っすよ。そこすぐそこにプリン屋あって、やっぱすごいっすね。広いっすよ。来るんすか。すごい。まあ、こんな感じでーす。さあ、これがどうなるのか。買うのか買わないのか。どっちなのか。誰か。Thank you.